はい、どうも皆さんこんばんは。今回ですね、ホリデースピードスターということで、前回のイベントで、ゲットしましたこちらの車を見ていきたいなと思います。まずステータスの方なんですけど、264キロの加速 2.22 秒ということで、これはだいぶ早いですね。まあ2秒は切ってないんですけども、まあもう余裕でレーシングとか、スーパーカーとかよりかは早いですね。まあ、テックモービル、ネオンライダーで、ホリデースピードスターという感じですかね。で、ターボ搭載と。で、色の方が、真っ黒。あ、ピンク。あ、ピンクいいですね。ピンクいいですね。で、この後ろ気になってるんですよ。後ろ、見たいと思います。うい。あ、なるほど。なるほど、ターボの部分がこうなってたんですか。ああ、はい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 。ああ、これはなかなかすごいですね。なるほどなるほど。いや、何が乗ってんのかなってずっと思ってたんですよ。なんかバイクを後ろに積んでんのかなみたいな。いや、この感じやったら何かわからないですもんね。ああ、なるほど、こうなってましたか。マフラーめっちゃでかいですね。で、まあ、こう、ピカピカ、光るものがついてるみたいですね。で、もうちょっとゲットしてから時間経っちゃったので、配達料がかかってしまうんですが、まあ、もうこれはしょうがないということで、配達したいなと思います。では、乗っていきたいと思います。はい、出てきました。では、乗っていきましょうか。おー、すごいですね。これはすごいですね。はい。お、あ、なるほど。何も使ってなくてももうすでにこういうなんか青い炎が出てくると。ではまず配達料から見ていきましょう。お、すごい。なかなかすごい音ですね、これ。おお、これは運転しやすいですね。あ、ミスった。やばい。ちょっと今アップロードしてるせいかちょっと重たいですね。ちょっと重たいんですが、 OK。 お、35万。これはちょっとこれは配達料が高かったので売りたいですね。ではちょっとターボを使っていきたいと思います。ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。ちょっと重たいですね。ちょっと全体的に重たいんですけども、あ、やばい。おー、なるほど。こういう感じにちょっとぐちゃぐちゃになってきてますが、ではですね、あ、やばいやばいやばい、ちょ一旦とりあえず、まあ例の壊すやつちょっとやっておきましょうか。はい、ではちょっとこれ壊していきたいと思います。あら、こういう角っことかどうですかね。お、あ、忘れてた。
し。危ない。すごい爆発してもこれなんか光ってますよ。ピカピカしてますね。てかもうここら辺なんか浮いてますね、ピカピカが。なんかここになんか落ちてるんですよ、これ。これはなんかミラーかなんかですかね。これなんか落ちますよね、絶対。ちょっと軽く飛ばしてみましょうか。多分あれ動くと思うんで、いきますよ。ほらほらほら、なんか結構なんか出てきました。なんか埋まってますね。何なんでしょうか。何が埋まってるんですかね、これ。なんか気になりますね。まあ多分ドア、あ、ドアですね。ドアが埋まってますね、これ。なるほど。あー、はいはい。あそれではですね、ターボ搭載ということで、うわ、やばい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 。例の、どこやったかな、ここじゃないか。もうちょっと先行ったかな。これなんで、これですね。あ、いいですね。ちょうど明るくなりました。よし、行きましょう。行きます。さあ、どうなる？さあ、どうなる？おお、お、すごいすごいすごい。おお、なるほど。ここまで行ったのに、その先でまだ待ち構えてたという悲しい状況ですが、まあいつもですね、あそこばっかり飛んでるんで、たまにはちょっと違うとこも飛びましょうか。ここもですね、ここも行きましょう。ここであったかな。あー、ありますね。よしよし、行け。あーっと、これはしょうもない。ここもありますね。ここも行きましょうか。ここで使う。さあ、行け。どこだな、ここかな。あー、やばい、お邪魔。オッケー、ちょっとダメですね。次、ウェルカムジャンプ行きましょうか。うん、ウェルカムジャンプ行きましょう。ちょっと早くこれ逃げたいですね。ちょっと邪魔ですよね。ちょっとこれ飛んだら逃げましょうか。オッケー。おお、すごい。おお、すごい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 。ああ、跳ねすぎ跳ねすぎ。すごいですね。これも行ってもいいんですよ。これも行きましょうか。これも行っていいんですよ。行きますよ。いっけ。おお、おお、すごい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 。もう逃げれそうですね。こんな感じ入りましょうか。よしよしよし。これはいいとこに隠れてますよ。オッケーオッケーオッケー。いや、やっぱデハイドつけた方がいいかな。なんか邪魔ですね、車が。やばい、普通に逃げてもうたな。これ今考えたら、これバックしてる時もこれなんか出てるじゃないですか。これおかしいですよね、絶対に。バックしてる時これ、うわ、ていうかこれどっちにしろ炎出てくんのは使ってる時だけでいいと思うんですけどね。多分使ってる時と使ってない時の差がないっていうのはちょっとおかしいかなと思うんですけど、あ、まあそこは許して馳せ信じあげましょうか。なになになに、え、あ、やばい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 。ちょっとこれはまだセーフですよ。あー、よかったよかった。あぶねー。
あー、じゃあちょっと次はこっちから飛んでみましょうか。坂登っていくのもだいぶ早いですねこれ。でもこれ落ちてもうたら嫌ですからね。あー、いけるか、こんだけやったらいけますね。あ、違うわ。これでも上はこっちやから、こっからやから、まあちょっと橋の上を行きましょうか。橋の上を、ちょっとこれ重要な資産なんで行きますよ、行きますよ。あ、やばい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 、うお、やばい、あかん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 、今のはやばいぞ。あー、なくなりました。はい、ではですね、今回ホリデースピードスターの、紹介ということで、まあちょっとターボを使っていろんな、まあ、ジャンプ台を、飛んでいったんですけども、ちょっとまあ重要な資産であったわけなんですが、ちょっと橋のところで、まあギリギリのところで川の中に落としてしまったということで、まあ非常に残念な、ことをしたと、思っておりますが、今回の動画はこれで終わりたいなと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。